たー、なんだこれ。炊き込みご飯のおにぎりです。せせりの炊き込みご飯。出来たてだって。今ね、さばっかり食べたって。うまい。マジ。うんま。マジで。うまい。花輪チャンネル。はい、どうも花輪でございます。今日はですね、家族4人で佐賀での最後の夕食ということなんですけども、一度来たかった、和食の名店がありまして、こちら今日は最後にご紹介したいと思います。はい、こちら清武さん。清武鬼、あ、じゃあ亀亀大武と書いて清武さんですね。ここも大人気の和食屋さんですけども、実は新しくですね、お隣にこう唐揚げ屋さんができまして、この唐揚げがもう本当に大人気で、ちょっと和風の、和だしの、唐揚げ、ちょっとこれも多分上で食べれると思いますので、行ってみましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。かかっていきましょう。あ、失礼します。お世話です。どうぞ。あ、お世話です。どうぞ。奥の方に原さんです。あ、よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。相変わらず今日はもういつもとはお任せにしちゃってますけど、はい、いいですか。ちょっとある程度、はい、ある程度の任せで、はい、やっぱり唐揚げを食べたいなという話になってます。唐揚げですね。はい、すぐご準備します。はい、いただきながら、今でもこちらは何年目でしたっけ。今日できたの。今がもうすぐ丸3年目、ね、丸3年目の新しいお店ですけども、大人気ですけどね。じゃあお作り、お作りですね、お作りいただいて、はい、そしてこれも野菜も美味しいんですね。こう旬なですね、うん、本当に季節ごと、うん、旬な野菜を料理長がいろいろ作ってくれるというね。なんかその地のものも今うちがね、はい、レンコンですね。白石レンコンとレンコン使っているレンコン料理を何品かお持ちします。はい、じゃあお願いします。はい、でもあれだよね、佐賀離れると佐賀の今まで来たお店行けなくなるのがね、ちょっと寂しいね。確かにね、もう最後だよ、うん、ね、ね、でも実感ないね。まだね、全くないの。なんかみんなと離れるとか、そこからどっか行くとか、まだね、自分のが実感ないの。本当お店がすごい、ね、美しいお店なんで。カウンターがね、ほら見てください、カウンターここですよ。この感じが、こういうね、しっぽりカウンターもあってね、ここでこう、ちょっと日本酒なんかをこう飲みながら、あの、焼酎日本酒をいただきながら、こうしっぽりと、料理長とこうね、お話ししながら、またこの絵が素晴らしいですね。そうですね、あの、こちらの絵の池田さとしさんっていう、あの、池田まなぶさんっていう、佐賀県のあの、はい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 、あの、ちょっと言う、はい、あの、しかじくりが言うで、どうも弟さんのエリアです。すごい。ちょっと YouTube でご紹介いたします。どうぞ。ということでございまして、本当に佐賀の、うん、10年間、10年間お疲れ様でございました。はい、またこれからもよろしくお願いします。乾杯。よろしくお願いします。乾杯です。疲れたね、引っ越し。バッタバタね。ね。うまい。うまいなぁ。疲れた、ほんとに今日汗びっちゃびちゃだった。失礼します。じゃあお通しの方で、冬瓜の煮物で、ズワイガニのあんかけですね。ズワイガニのあんかけだった、あんかけね。うわぁ、ほら、またお通しが、おしゃれだね。おしゃれだね。いただきます。いただきます。冬瓜、冬瓜さん、うん、まっ、美味しいね。うまい、うん、これ人参、うまっ、これ人参、刺身ですね。うわー、すごい、うまそう。うわ、すごいな、これやばー、やばい、美味しそう。これやばいね。うん、やばい。これうまそう。説明だけ、こっちからヒラメですね。はい、とイワシ、こっちは逆にやってるんで、はい、じゃあ、ヒラメ、イワシ、タチウオ、タイ、ウネクジラ、サバ、シメサバですね、とミズイカとミズダコであります。あと真ん中に、大トロとウニを置いてますね。はい、いきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい大トロいっちゃって、これじゃん、いっちゃって、あれやべ、え、ママ何食べようかな、うん、ママはもちろん、うまうまい、うん、何食べた、大トロ、いや、絶対美味しいでしょ。大トロやべえ、これ甘い、めっちゃ美味しい、うまっ。
それなんだ。おいしい、それイワシだよ。めちゃくちゃうまいわ。これうまいね。タチウオ刺身いただきます。これ食べるのが。だよね。やばっ。うん。美味しい。めっちゃ美味しい。ちょっとお寺。おい。いっちゃう？うわ、贅沢だな。贅沢だな。いいね。これクジラ。クジラです。クジラもさ。僕も見てわかる、脂乗ってる。なんだろうね、脂となんか身が赤いね。お、おいしい。東京行ったらなかなか食べれないからね、うん、横浜か。でも、あそこすいません、カキイカですよ。お、今、2つしかなくて、あとウニも1枚しかなかったですよ。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。うわー、しゃー、一気にドゥルッて行ってて、ドゥルッて行っちゃって、いやー、羨ましいわ、羨ましい。村山ピー、こんなの食べれるなんて。うまいっすか。うまったね。やば、やばい。さあ、勝利も食べれ、勝利くらいずるって、ついちゃってずるって耐えるから、くちくちくちつけて。わ、でかいね、これ。あ、ハンバーグ。うん、おいしい。うまはい、おきた、きた、あ、うわ、おいしそう、やだ、なんだこれ、やば、おいしそう、海苔も、うん、輝いてる、佐賀海苔、海苔も、黒い、佐賀の海苔で、はい、しっかりしてください。ありがとうございます、嬉しいな、これは感動ですね。天然生ウニです。天然生ウニ、すごいね。2個いっちゃう、いいですね。2個でいいでしょ。2個いっちゃいます、ドン。このウニめちゃくちゃ、うわぁ、絶対おいしいね。どがんですか。ちょうまい。やば、2枚いっちゃっていいですか。どうぞどうぞ。海苔もおいしい。こういって、どう、どがんですか、うまかばい。ん、どがんですか。やばい、どがんですか、うまかい。ぼっこうまか、やばうまか。ゆこさん、佐賀弁だよ。海苔も最高。やっぱ佐賀海苔、このパリッパリのさ、ね、あの利き海苔したから、我々はもう海苔に詳しいんです。利き海苔のね、あの見てください。これです、これです、伝説の動画、ね、伝説の動画ですね、花輪さんにね。スイッチオス。レンコン、うわうわ、あ、出た。これが私から揚げですね。これです、私から揚げ、これが名物ですよ。そうなんだ。足に4日間漬け込んだから揚げです。4日間、はい、米粉を使って、で、だしでうちを4日間鶏を漬け込んで、それを、だしと塩で味をつけたやつをこう唐揚げにしてる感じですね。色も全然きくなって。じゃあ行きましょう。それでは勝利、やっぱり唐揚げ食べて好きだからね。唐揚げ大好きの勝利くん、今出来たてだって。今ね、下がったし。うまい、マジで。4日間かけた味だって。うまい、そんなマジ。そんな、じゃあこれ作っていい。食べな、食べな。そんなうまいの。うん、まっ、マジで。うまい、これ。こんなうまい唐揚げ初めて食った。うん、マジ、うまっ。なんだろうこれ。うまっ。なんか今まで食べたことない味だね。おいしい。なんていう味なんだろう。そしてこれがレンコンチップスです。おつまみにいいね。これがあの白石の、佐賀の有名な白石のレンコン。白石のレンコンって有名なんだね。パリッパリ、うん、うまい、あ、うまい。うまい、これレンコンのうまみが、うん、美味しいね、うん、
うわ、来た。これが石巻ですね。いや、めっちゃ、湯気がすごい。この湯気見てくれ。うわ、うわ。これはやばい。いや、これは美味しそうだわ。めっちゃうまそうやばい。やばいね。ふわっふわ。行きましょうか。二人入刀ってね。二人入刀ってですか。結婚式やってないからね。結婚式やってないから。卵焼きで入刀って。これが初めての共同作業だよ。あーやば。うまい？いや、いいな。うまっ。あ、もう、もう、もう、うん、ふわふわ。いたします。え？じゃあ揚げ出し豆腐になります。うわあ。これだ。ともちゃんが大好きな揚げ出し豆腐。やったー。もうママね、豆腐大好きなんですよ。あ、ありがとうございます。うん、うまい。うまいっすか。よかった。よかったっていうか、ちょっと俺初めての揚げ出しだね、初めての揚げ出し豆腐。これうまい。気をつけてね、暑いからね、豆腐だからね。あ、暑い、豆腐めっちゃ暑いから気をつけないと。どないですか。うん、うまい、よかった。じゃあママ、豆腐大好きなママ。うん、おいしい。これいいね。レンコンを挟める。うわー、おいしそう。うわっ、やばい。やった出ました。はい、コーラ、コーラ、はい。うわ、美味しそう。炊き込みご飯のおにぎりです。せせりの炊き込みご飯のおにぎり。うわ、せせりの炊き込みご飯のおにぎり。レンコンの挟み揚げ。それ、塩、なんだろう、それね。塩じゃない。塩と何塩だろう、これ。なんかが入ってる。なんか入ってる。うわ、もう、うまい？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 うわぁ、おにぎりうまそうだな、炊き込みご飯。やばい。やばい？やばい？うまい？めっちゃうまい。うまい。うまっ。おいしい？唐揚げと食いたかった、これ。あ、唐揚げと確かいいね。そうだね、はい。具だくさんですよ、これは。いただきます。うまい。うん、奈良漬け、おいしい。うまっ。脱帽ですよ。おいしい。食べな、食べな。脱帽でね。全然脱帽じゃない。全然脱帽した方がいいんじゃない。脱帽ですね、ほんとに。うめぇ。最強焼き。めちゃうまい。うめぇ。やばい。脂が乗ってる。よかったね。こんな最後の美味しいもの食べれてね。そうですね。これ何のやつですか。これほうじ茶アイス。あ、私の大好きなほうじ茶アイス。はい、さあ、そしてこれがデザート、ほうじ茶アイス。あ、すみません。ありがとうございます。これはママが大好きなんだよね。私、ほら、お茶好きじゃん。嬉しいのなんとかもじゃなくて。ほうじ茶。食べてごらん。美味しいと思うよ。どう？うまっ。ほうじ茶だ。まだね、まだちょっと全然違うんだよね。お茶のね、お茶の味がすごいでしょ。うまっ。私大好き。うまっ。ね。うまっ。これうまっ。香りがすごい。うん、香りが。うん。うわ、あ、やば、これ。これうまいね。やばい、これ。さあ、ということで、佐賀県での最後の夕食は、うん、清武さんにお邪魔させていただきました。うん、美味しかったですね。うん、いや、本当に最高な、お料理をいただきました。うん、ぜひ皆様、佐賀に来た時は来てみていただきたいと思います。はい、ということでございまして、まだ食べてますが、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。